エドワード・ジョンストーンは、イギリスの工芸家、タイポグラファー、カリグラファー、ウィリアム・リチャード・レザビーラとイギリスにおけるアーツクラフツ運動を推進した。1899年から中央美術工芸学校で文字在職クラスを担当、教え子にエリック・ギル、グレーリー・ヒュイット、ノエル・ルーク、ハロルド・カーウェンダがいた。1916年には、 ロンドン地下鉄のための三セリフ書体ジョンストンをデザインした。小文字の i や j のドットがひし形で、l には鍵状の尻尾がついているなど特徴的な三セリフ書体である。また、ジョンストンは1919 19年にロンドン地下鉄のロゴタイプであるブルーズアイもデザインしている。円形マークに駅名などのラベルを交差させたもので、今も ロンドンの至るところで目にすることができる。なお、現在ロンドン地下鉄及びバスで使われている初代ニュージョンストンは1979年から80年代にかけてバンクスマイルズ社に加わっていた日本人デザイナー河野栄一がジョンストンサンズをもとにリデザインしたものである。ありがとうございます。